絶滅危惧種とは、地球上の動植物の中でも生存する個体数の減少により絶滅の危険性が著しく高い生物の意。例えば食肉目ネコ科バーバリーライオン、雄大なアフリカの大地の上で豊かな黄金のひげを風になびかせて脳をかけるその精湛な勇姿は、かつてのローマ帝国の英雄カエサルをも魅了したと言われている。が、文明人の活動域の拡大に伴い、やがては住処を追われ、また娯楽としての狩猟や見せ物目的の捕獲によって徐々にその数を減らし、2007年の頃にはわずか数頭が確認されるだけとなった。例えばハト目ハト科旅行バト、鳥類史上最も数がいたと言われており、アメリカ全土でも50億羽がいると推測されていた。この鳥の肉は非常に美味であり、食肉や飼料、さらには羽毛の採取のために卵やヒナまでをも含めた無制限な乱獲が行われた。さらに重火器の進化や交通通信手段の発展がその乱獲に拍車をかけ、効率的な狩猟や捕獲が行われた結果、わずか数十年でその数は激減した。一度は保護すべきではないかという声もあった。だがそれでもまだ莫大な数がいると推測され、乱獲は続き、そして20世紀初頭、旅行バトは地球上からその姿を消し絶滅したと考えられている。これらの生物の他にもトキやニホンオオカミなどの動物、ワタヨモギやアオヤギバナなどの植物が絶滅寸前の、またはすでに絶滅した生物として名を連ねていた。そして現在、ある種がこの地球上から姿を消そうとしていた。あとわずか数匹の命が消えれば、その種の存在は永久にこの世界から消え去るのだ。絶滅へのカウントダウンはすでに終わろうとしている。我ら文明人は反省していた。今この種が絶滅の危機に瀕しているには、我ら文明人に原因があったからである。我ら文明人による捕食と娯楽のための乱獲によって、この種は数を激減させたのだ。その種の肉には文明人にとって有益となる多くの化合物が含まれており、文明人の食生活にとって非常に重宝された。さらにこの種は体毛も少なく、食肉加工もしやすい。遥かな旅路の果てにこの地にたどり着き、食用に適したその生物種を発見した当時は感知したものである。またその種は群れで暮らすことを好み、さらにはある程度の知能の発達も確認されていた。種は我らは文明人の乱獲に対して無力ながらも集団での反撃を試みてきたのだ。だが長い旅路で娯楽に飢えていた我ら文明人は、その必死の反撃すらも娯楽として楽しんだ。一日で何匹殺せるかを仲間内で競った。狙った的を外さずに一撃で頭部を破壊する技術を争った。だが大切な肉を失うわけにはいかない。いかに肉を無駄にせずに屠殺するか、その微妙な加減が難しく、またその手段を考えることが楽しかった。だがやがて種は数を減らし、反撃する術も力も失っていった。それは生物種としての絶滅へのカウントダウンが始まったことと同義である。だが
我らの乱獲は終わらなかった。探索し、捜索し、追跡し、屠殺する。主の激減は我らに新たな楽しみを与えただけだった。それから数年、その主はさらに数を減らし続け、現在は我らに捕獲されたわずか数匹だけとなった。我らの船の中、頑強な檻に入れられた数匹の種、その哀れなまでに怯え痩せ細った体育を目にした時、我ら文明人は考えを改めた。このままではこの種が絶滅してしまう。胎生生物であるこの種は繁殖に時間がかかる。さらには出産した子が親のメスから離れるにも多大な時間を要する。よって一度絶滅に瀕すれば大量繁殖は容易ではない。絶滅する前に何とかしなければ。それは我ら文明人にとって倫理的にも道義的にも、そして食生活的にも下級の課題となった。まずはこの痩せ衰えた体育を回復させねばならない。だが主は檻の中で暴れ回り、また力なく頭を垂れ、我らが与えた餌に手をつけない。なぜだ。この種の消化器官は我々とほとんど変わらない。肉ならば摂取できるはずだ。同生物種の肉は消化できないのか。このままではこの種は我らの目の前で死に絶えてしまう。それだけは断じてならない。我々は種の手足を縛り付け、無理やりに蛍光から肉を摂取させた。それでも拒否をするようならば、腹部に穴を開けてチューブを通し、ミキサーにした肉を流し込んだ。体重の増加が確認されました。このまま栄養摂取を続ければ体の機能は回復することでしょう。嬉しい報告である。次は繁殖だ。絶滅に瀕した生物は合理的に繁殖させる必要がある。この生物は雌雄で交配し、単位生殖で繁殖する。我らは比較的健康そうな雌雄を選び、自然交配を試みた。交配対象は生後40年ほどのオスと生後10年ほどのメスだ。この2匹だけを裸で別室の檻に入れる。我らの見守る中、オスが顔を上げた。その向かいでメスが小さく縮こまる。だが再びオスは力なく顔を伏せ、それっきり2匹は動きを止めてしまった。自然交配による繁殖は失敗であった。ならば次の手段、我らは人工繁殖を試みることにした。この種の近隣種である猿という生物のメスを代理母として卵子を搾取する。また捕獲しているオスからも精子を搾取し、受精卵を猿に着床させ代理出産させる。結果人工繁殖は成功した。猿と種、両種の遺伝子を受け継ぐこの新たな種は、元となった種と比べ毛深くなり、肉としての加工はしづらくなった。だが成功は成功である。我らは偉大な一歩を踏み出したのだ。我らはこれからもこの種を檻に隔離し、手厚く保護し、餌を与え、体調を管理し、飼育し、繁殖させる。埋めよ、増やせよ、檻の中で、地に満ちよ。昨今の研究で判明したことがある。この種の絶滅の原因は我ら文明人による乱獲だけではなかった。繁殖しにくいことはすでに周知あったが、他にもこの種に生物的性質による欠陥が認められたのだ。この種は過去幾度とも同じ星に住む動植物を絶滅させてきていた。
自らの種の安定のために星の自然を削り、生物を死滅させ毒をまき散らせてきていた。おそらく元より他生物と共存できる性質を持ち合わせていないのだ。さらに驚くことに、この種は同族殺しすらも容易に行える特性も持っているのだった。見た目が異なる、色が異なる、住みかが異なる、言葉が異なる、思想が異なる。そんな理由で簡単に争い、同族同士で大量に虐殺し合っていた。事実、我ら文明人が乱獲を行っていた最中でさえあっても、残された食料や土地を略奪し合う形跡が確認されていた。我らがこの星に来た時には、すでにはもうこの種は滅びに向かってのカウントダウンを始めていたのかもしれない。この星においてのこの種の呼び名が判明した。哺乳毛、霊長目、ヒト科、ヒト亜科、ヒト亜族、ホモサピエンスの進化系。その種の名は人間。船のデッキの中で文明人はタブレットを操作する触手を止める。人間の大量生産計画は順調に進んでいる。もう人間が絶滅することはない。我ら文明人も飢えることはなくなった。デッキからはかつては青く美しい星であった。だが今は灰色によどんだ星、地球が見える。その星で繁殖してきた生物、人間。自らを絶望させかねない愚かしい性質を持ち、自然への感謝を忘れ、共に星に共存する動植物を蹂躙し続けてきた地球生物。その人間よりはるかな高みにある文明人はつぶやいた。我々が保護してやろうと。文明人である彼らにとって下等な生物種は管理する対象である。保護をしてやる対象である。